worries of myself. I go for myself. We didn't rush your underline. 今まで音楽やってきて、なんかいろんなことに苦しんできて、人間関係とか一番音をやる以上、音のこと以外で苦しむのって違うなってずっと思ってたんだけど、あ、人間がやる以上人間問題でさ、苦しむことって絶対あるから、なんかその自分の心にあるものは全部込めてみようかな。今までは逃げてきたから、それからなんか自分の心の中をさらけ出すのを逃げてきたから、今回の意気込みは、俺は全部自分の心の中をにあるものを全部出そうかなって。でそれを心、今すげえ心がけてるのは、お前はどうなの、お前はどうなの、お前はどうなのって、メンバー全員のものをこうやれたらいいなって思って、だから初めて音楽をやってる感じがします。今回はあれなんですよね、なんか結構なんだろうね、なんか今まで会ったことなかったようなことが多々連発して、なんかいいものができそうな気がします。楽しいです。頑張ります。夜雨で、ね、歌い終わりとしてスローな人、頑張るぞってやってて、はい、どうも、はるです。今回のアルバムはすごいいいものができると思うので、僕自身もベーシストとして初めてのレコーディングということですね。とってもいいものを作りたいと思っています。皆さんぜひ楽しみにしていてください。今回のアルバム制作にあたって、まず満足してることがあって、それは今までこうバンドをやってきてその CD を作ってきた経験っていうのはすごくあるんですけど、まあ今回満たせてる条件っていうのが、まあ、歌う人が曲を作ってることっていうのと、あとこうメンバー全員が参加して各パート、自分のパートは自分で作るっていう、なんかそういうのの寄せ集めがすごい満足してるって、ね、今までってそのまあサポートでやってきたりとか、あとはリーダーが曲書いてボーカルに歌わせてたりとか、そういうバンドってすごいいっぱいあると思うし、なんかそのそれが悪いとは全然思ってないんですけど、俺がなんか将来やりたいなって思ってたバンドって結構こういうスタンスでやってるバンドだったので、すごくもう作る前から満足してるというかね、そういう感じで取り組んでいけてると思います。なのでもうすでに1曲目っていうのができつつあるんですけど、なんかその演奏動向、クオリティ動向っていうよりも、そのみんなでやってるっていう事実がめちゃくちゃ感動して、なんかいいスタートが切れたなって思ってます。なんでまあ、スナックファーストの CD になるんですけど、もう今までできなかったことも全部含めて全部吐き出してるつもりなので、ぜひ皆さん聴いてみてください。よろしくお願いします。Fighting for a dream. We are free.
長いスタジオが終わりました。まずお疲れ様です。みんなにお疲れ様に言っても仕方ないか、なんか今日はね、まあダメだったね。ちょっと全然ダメで、まあ収穫もたくさんあるけど、やっぱいい日もあればダメな日もあって、でもそれも音楽の一部だから、すげえいい一日を過ごしました。皆さんにもそんなね、素敵な一日が訪れることを思ってます。今日ありがとうございました。もうちょっと喋るのかな。最近ね、とっても歌えるようになってきました。もう声死んでるぐらい今日歌っちゃったけど、楽しくて仕方ないです。早く届けれるように、楽しみにしてて。健忘でした。ピシュッ。わかんない、なんでだろう。Thank you.